落ち着け。心を平静にして考えるんだ。こんな時どうするか。2、3、5、落ち着くんだ。7、素数を数えて落ち着くんだ。素数は1と自分の数でしか割ることのできない孤独な数字。私に勇気を与えてくれる。23、28、いや違う、29だ。くそ、800ドルもするズボンにカエルがひっついてきている。ウェザーリポートは選択上遠すぎる。このカエルを止めさせるのは無理だ。ここを脱出するしか方法はない。41、そうだ、中庭にいる監視、ディスクで操っているあいつはどうなったのか。43、47、53、59、 こんな毒が。おっぱ、助けるように。聞こえるな、私の声が。君が持っているカードキーを私に渡すのだ。俺は助かりますか。おい、そこで出すんじゃない。待て、シフトラバー。67、71、一体これはどういうことなんだ。このカエルは落ち着いて落ち着くんです、シープ様。ああ、落ち着いているとも、落ち着いていないのは73、79、君の方だ。見捨てるつもりか、この私を。すぐに戻ります、シープ様。お願いです、シープ様。83、89、97、私ならここだが。359、369、373、379、389、397、そして400台は、まず401に、409。あの D&G が重傷を食らっているってことは、つまり、空城ジョリーンはまだ生きていると推測せざるを得ない。そして枯れ朽ちている大量の植物のカス、あれは、ディオの骨の仕業と考えるべきだ。ディオの骨が囚人どもを利用して私の想像を超える何かをやり始めたということだ。479、487、491、499。まさか投げたのは。503、素数を数えろ。509、521、素数は誰にも割ることはできない。人が敗北する原因は、523、恥のためだ。人は恥のために死ぬ。541、547、557、素数は誰にも砕けない。素数だ。弟であるお前のためであり。3、天国への能力を手に入れるためにそうしていたのだ。天国へは誰かはいつか到達しなくてはならない。7、やめろエザー。11、自分と私を殺そうとするのは。17、お前は自分が悪だと気づいていない、最もどす黒い悪だ。19、怯えてるぞ。奴の顔、神父の絶望に怯えている顔。23、やめろウェザー、お前は間違っている。落ち着け、位置を探すのだ。素数を数えて落ち着け。13、17、あいつ何かブツブツ言ってるぞ。19